八十八埼玉博覧会は九百八十八年に埼玉県熊谷市で開催された地方博覧会。略称は埼玉博。現在は熊谷スポーツ文化公園になっている。公園内に埼玉博記念の森として名を残している。かつては道路愛称として埼玉博通りがあったが二千十八年三月三十一日を 持って廃止され、ラグビーロードとなっている。このもと、埼玉博通りには、埼玉博通り店などと称している、埼玉博通り沿線の店舗があり、解明の義務はないが、一部で変更する例も見られる。開催を記念して、秩父鉄道秩父本線にて、蒸気機関車 C58K イの観光列車 SL パレオエクスプレスが運行を開始し、30年。 近く経った現在でも運行されている。テーマ館、ドーム埼玉21渋沢エイチ館熊賀、夜館先自販車館、テプコ 3D ワールド、東京電力館フレア優勢館日本、タバコ館未来作ろう館、三沢ホーム館積水ハイム館東芝館,東芝館,東,芝館東芝館、埼玉銀行館コープフレッシュランド NTT、スーパードーム 21NTT スーパードーム21三国コカ・コーラ館、 山崎 HSST ステーション HSST 大義、ん、グリーンハウス。最新、安らぎ館21世紀交通館、ヘルシー21冠水と緑の館町づくり館、豊かな、暮らし館明日の、エレクトロニクス館グルメ館ふるさと産業、物産館ふるさと、埼玉館インポートバザール館、リムトレインリムトレインワールドエンターテインメント監督館、広場その他現在、 プレイランドのアトラクションの一部が千葉県野田市にある森の遊園地で稼働している。開催期間中、会場内のステージにてコンサートが開かれた。その他、引田天皇と東京魔術団による41回のマジックショーがあった。開催期間中、会場内のステージにてテレビやラジオの公開ロークが放送が行われた。熊谷市平成30年2月。 臨時記者会見議題1、平成30年度当初予算の概要について参考資料にありがとうございます。